美月さんのいとこ東京見物だって。全然キャラ違いますね、美月さんと。そう、もう少し美人に撮れるやろ。ありのまましか映らんよ。東京っていろいろ遊ぶところありますよね。美月がいつも行ってるとこ連れて行ってくれやったらここやって。あ、そんな感じやん。今日まだ競馬してへんのにめっちゃ楽しい。お姉ちゃんらも競馬するん？え、するんやろ。自分らもまだ初心者で。見したるわ。うまじょ。今日いける気するわ。するな。マルチの方がええんちゃう？三連単のフォーメーションや。あえてそう流しでいくわ。何話してるんですか？全然わかんない。タオちゃんの馬、これは前に行って粘る馬やな。応援するときはそのままや。そのまま。腹から出てない。それじゃ逃げ切れへんで。そのまま。美月のは逆や。後ろから抜かしたい馬や。させーや。させー。それじゃ刺されへんで。させー。馬場馬場馬場馬たる気せえへん。惜しかったな。見どころなんだろう。アモコインターのお二人。嘘嘘でしょ。この4人がいて私たちが見どころ絶対メイン2人やで。そうやね。びっくりして私あのモニターで4人見られ見た時私だけすごい前出てると思うんで。前出てた？前出てない。出てないやん。場見てたもん。ちゃんと場見た位置に立てたんですけど私だけ前出てるみたいなし絵面になっちゃって。ポニーとのツーショットはかなり可愛かった。ポニーとやめて。ポニーの顔めちゃくちゃでかいからさ。ポニーとのツーショット、ツーショット、ポニーと並んだらようやく可愛かった。いやギリギリあのはっきり指定して。でも本当に可愛かった。可愛かったね。です、うん、聖子が聖子が聖子が聖子可愛かったです。一番一番ポニーより比べるとこポニーポニーやからさ。いや私もあのアマコインターさんが出演してくださってそれでかなりパワーアップした馬女になっているんじゃないかなと思います。ほんまに思ってる。すごいニヤニヤしながら言ってるよねずっと。そんなわけないやん。見どころがアマコインターなわけないから。いやもう最高でした。まとめたやん。で一個気づいたんですけど、うん、あのタオさんはずっと見てられる人でしたね。どういう意味で？なんかねずっとやってんねん。ずっとやってる。ずっと体を動かしたり。あー、ね、確かにやってた。飽きないんですよ。これはあの一緒にお仕事させてもらった人しか知らない情報やと思います。ずっと動いてましたよね。ずっと動いてました。なんかね何そのやりとり。ずっと動いてましたよね。ずっと笑ってましたよ。ずっと動いててもだってアホな会話やなんなそれ。ねえ、ねえ、だからこの二人すごい気合い合ってましたずっと。うん、私お酒が好きなんですけど、うん、そのお酒のあのなんかこうカクテルとかの種類を、うん、なんか覚えて自分で作ってみたいなって。なんでお酒が好きやからいろんな種類飲めるようになりたいじゃなくて自分で作れるようになりたいなっていう。これ振る人そうなんかとかカクテルとかなんか混ぜ方とか推しやってたで。バーでやってたから教えたるわ。本当にトンカカカカカカってやってるわ。なんで笑ってんの。なあなあなあトンカカカカカ教えたるわ。マジで教えたるから。2人だけやねん。解決したやろ。ナチュラルハイ解決したやん。1時間がいい効果を。気は合ってますね、すごいこの2人。すごい合ってる、ね、いろんなお酒を覚えたいんですよね。うん、そうですね。だから、まあ、競馬と同じように少しずつ。いや、無理やりじゃない。ボリコンは下手くそやな。下手無理やりやった。お酒と競馬。さあ、
うですね、やっぱり私結構慎重にデートとかは進めたいタイプなんで、まあ家ですね。家、もう一発で決めるつもりや。家ですかね、はい、家に呼びたいですね。そうですね、私今中目黒に住んでて、中目に住んでるんですけど、中目黒の人、中目って言わへんで。すごいおしゃれにインテリアをしてて、もう結構中をピンク一色で一色にしてて、お姫様ベッドみたいにすごいハエが飛んでる。びっくりした。舞台は思ったんちゃう？今度ぐらいのね、ハエが今ね、飛んでたよね。舞台は思ったんや。びっくりした。私が男の話したら、こんぐらいのハエ飛んできました。うん、臭いなと思ったんちゃう？いや、ちゃうよ。私あの高円寺行きたいですね。高円寺はなんかあの服屋さんとかあるじゃないですか。古着屋とかね。古着屋さんバーって見て、あとあの近くの飲み屋さんで飲む。いやでもどっちのプランがいいかっていうのはやっぱりいい女から見て、自分が男やったらどっちと行きたい。どっちとも行きたくないのかな。え？どっち？どっちと付き合いたい？聖子か渚。自分が男やったら。そこになった。でも家を可愛くしてるのはなんかちょっと嬉しいですね。そうでしょ、そうでしょ、うん、でもなんかやっぱり高円寺で。高円寺で飲みたい。飲みたい。はっきり渚やった。2対0やった。仲良くなれたんですよ、今日1日。